みんな南翔とこんにちは、ブラクラです。 JR 九州では2022年9月23日西九州新幹線開業を控えて、その準備がどんどん進められております。その一方で長崎本線の一部区間は非電化となるなど、まもなく見納めの風景もあります。そこで今回のこの動画では、西九州新幹線開業約1ヶ月前となる8月20日に主に佐賀県内の JR 駅の風景をまとめてみました。私、北九州市民ブラクラのこのチャンネル、ブラクラスクランブルでは、普段は福岡を中心とした乗り物動画を作っております。他の動画も合わせてご覧いただいて、九州の乗り物に興味を持っていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。西九州新幹線開業で運行がなくなる特急かもめを見送って、2022年9月23日開業時点で、西九州新幹線の始発駅である佐賀県武雄市の武雄温泉駅に着きました。当日8月20日時点では、博多駅行きの特急みどりハウステンボス号が1時間に1本程度発着しております。高架化された在来線の乗り場は1番2番とあって、ホームも長いのですが、当日時点ではほとんどの列車が2番乗り場発着です。で、今度は在来線乗り場から見た新幹線乗り場を見てみましょう。向かって一番手前の線路は、西九州新幹線とのリレー特急列車が入線します。新幹線乗り場にある駅名表は、一番奥には嬉野温泉の文字もありました。で、同じく新幹線乗り場にある発車案内表は、リレー特急用と新幹線用でレイアウトが若干違います。9月23日ダイヤ改正後の武雄温泉駅では、在来線特急列車が在来線乗り場と新幹線乗り場の両方から出発するようになります。在来線改札口からは新幹線乗り場には直接行けない構造になっていますので、改正後の特急列車利用はどの乗り場から出発するかよく確かめる必要があります。在来線改札口には IC カード使用できませんの文字が目立ちます。ただ2024年度には佐世保駅から佐賀駅の間でもスゴカが使用可能になる予定です。この武雄温泉駅から博多駅までは 81.9 キロ、西九州新幹線に乗ると長崎駅までは66キロです。もう少し散策範囲を広げましょう。当日時点で駅の北口から南口へ通り抜けはできましたが、新幹線乗り場側はまだシャッターが閉まっていました。南口に出てみると、駅前広場の工事の真っ最中です。この駅南口からは JR 九州バスも発着していまして、西九州新幹線開業と同じ9月23日からは嬉野温泉駅にもバスが乗り入れます。 IC カードにもかの利用も開始されます。いよいよ武雄温泉駅の新幹線改札口見てみましょう。当日はまだ中に入れませんので、窓ガラス越しですが、中の様子を見ることができました。真新しい自動改札機、券売機、緑の窓口、エスカレーターなど、新しい駅の設備が間もなく利用開始されます。それでは他の駅に行くため、先ほど乗ってきた列車を折り返します。817系車両の2両ワンマン列車、大きな窓ガラスが特徴です。時系列として前後しますが、当日は朝に鳥栖駅から肥前山口駅に移動しました。かつては在来線特急ばかりだった鳥栖駅も、熊本、西鹿児島に続いて長崎まで直行する特急列車も間もなくなくなります。今回乗った肥前山口行き普通列車、実は遠く北九州市の小倉駅を朝5時前に出発したロングラン列車です。2022年9月23日ダイヤ改正から肥前山口駅は江北駅に改称されます。長崎本線と佐世保線の分岐駅である肥前山口駅といえば、最長片道切符のゴール駅として、かつて関口智弘さんの番組でも話題になりましたが、今回の西九州新幹線開業によって、その終点は新大村駅に変わります。この肥前山口駅から博多駅までは 68.2 キロ、これ博多駅から小倉駅までの距離とほぼ一緒です。この駅の発車案内板に特急かもめの文字が表示されるのもあと少しです。そんな特急かもめですが、一部の便はこの駅を高速で通過していきます。
肥前山口駅から36キロ、長崎本線としては佐賀県で最も南にある肥前大浦駅まで移動します。2022年9月23日ダイヤ改正から肥前浜駅から先が非電化となって電車の運行がなくなります。しばらくすると下り列車の車窓左手には有明海が見えてきまして、広い窓の817系車両から見る海の景色はとても綺麗です。長崎本線の肥前山口駅より下り側は単線です。当日時点の運行ダイヤでは特急列車の通過待ちや上り普通列車を待つ時間がありました。西九州新幹線開業後は特急かもめの通過待ち、そして肥前浜駅より先の駅で電車が止まっている風景も見られなくなります。次は終点肥前大浦です。後ろの車両のドアは開きませんので、もう一度お客様は早めに前の車両にお移りください。ようやく終点の肥前大浦駅です。列車はすぐさま9時24分発の鳥栖行きとして折り返していきました。電車の到着直後は私と同じくお客さんのほとんどが電車の姿を被写体にしていました。この肥前大浦駅は国道207号線沿いにある小さな無人駅で、佐賀県最南端の駅です。こちら一駅戻って多良駅です。1.5 キロ先に多良高校がありまして、制服姿の生徒さんの姿も目立ちました。ここも無人駅で自動券売機こそありますが、当日は鹿児島本線の吉野駅まで行きたいというご夫婦が立ち尽くしていまして、やっぱり駅員さんがお一人いらっしゃるだけでも違うんだよなとふっと思う場面がありました。で、この多良駅は基本的に特急通過駅ですが、臨時停車することもありました。それも非電化となれば、そもそも特急電車の姿もこの駅では見られなくなります。それでは多良駅終点の普通電車で折り返し、肥前山口駅へ戻りました。この便もまた肥前浜駅で通過待ちの長い停車があります。駅の中を見てみると、新しい観光特急列車二つ星4047のポスターもありました。まもなく終点の肥前山口駅到着前、聞き慣れないアナウンスが流れました。この列車は肥前山口到着後、折り返し廃止駅となります。八号線武雄温泉方面ご利用のお客様はこのままご乗車ください。皆様、ここまで動画をご覧いただいてありがとうございます。西九州新幹線開業前の佐賀県の駅の動画、数年後に懐かしいねと思い出に浸れる皆様のお手伝いができればと思います。最後にちょっと余談ですが、肥前大浦駅から多良駅まではハローサイクリングという自転車で県境へ寄り道しつつ約12キロの距離を走りました。ついでに佐賀駅前のレストランのランチタイムでご当地アイスブラックモンブランが食べ放題でした。
皆様の貴重なお時間いただきまして、ここまで動画をご覧いただいてありがとうございます。ここ最近ありがたいことに本当に多くのコメントをいただいております。動画への一つ一つのコメントが次の動画作成の励みになります。ここが分かりにくい、いやここ面白かったよとか気軽にコメントいただけると嬉しいです。私ツイッターも随時更新しております。それではまたの機会お会いいたしましょう。北九州市民のブラクラでした。